白滝育之介3月17日から1960年11月25日は兵庫県出身の日本の洋画家。作風は写実的作品を発表し続けた。1873年3月17日、兵庫県田島国に生まれる。幼少時に父を亡くし、女で一つで育てられた。1890年17歳時に鉱山技師を目指して上京。 築地の公主学校に入学。1894年、第4海内国官業博覧会にて、町同士が入選。法上受けアリス川宮家に買い上げ。1896年、下宿先で同居していた同居の和田光蔵に誘われて、山本法水の聖卓美館画塾に入る。後に、聖卓美館画塾が、黒田清照に譲られ、天身道場となった後は、 黒田清輝に指示、同年東京美術学校西洋画家に入学。1897年、東京美術学校卒業。同年白馬会展に稽古を出品。この出品作は国民新聞に掲載された。1903年、学習委員女子部の築地水行者発園遊会で発表される公演の背景画として、山本放水が下岡連城に依頼した。 依頼画の制作に、幾之助も参加した。この依頼は依頼主である、山本放水、下岡蓮城の他和田密造、北蓮造、玉木金次、湯浅一郎などが手伝った。1905年、絵画勉学のためアメリカ合衆国に渡り、さらにその後イギリスのロンドン、フランスのパリをめぐる、留学中に、肖像画に興味を覚え、後の作風に反映された。 イギリス在留中の1908年に、三井物産ロンドン支店長、三井財閥、室町三井や第11代当主の三井高生と知り合う。二人の交流は長く続き、高生が現役を退いて隠居した後、大正末期頃から収集を始め、1940年11月21日より、麹町の自宅敷地内で一般公開した日本人。 外国人画家の作品、約200点を集めた洋画コレクションである、三井コレクションを完成させる際にも白滝が協力している。1911年帰国。同年代5回文展に出品した、老人肖像、裁縫の2点が豊穣を得る。1913年、日本水彩画改装率に際し、発起者37名に名を連ねる。1920年、 第2回定点に、釈薬、コンデル博士の像を出品。この年より、定点審査員をしばしば務めるようになり、以後出品作品が無観差となる。1936年4月、明治神宮外苑、聖徳記念絵画館に奉納された日本画、洋画80枚のうちの1点として、ポーツマス講和談判を奉納。1952年、 洋画界に尽くした業績に対し日本芸術委員賞、恩師賞。1960年11月25日、脳難化症のため、東京都大田区の自宅で死去。ありがとうございます。